はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間ですよ。今の使いたいわ。やほー、皆さんこんにちは。ジジジチャンネルの味噌汁と白黒チャンネルのチューリーです。イエイイエイ。ということで、はい、本日はファイナルファンタジーブレイブ XBIOSの実況をします。イエイ。何をするかと言いますとですね、はい、先日ツイッターでガチャではない。はい、先日ですね、なんとトラストモーグリが 100% 分回りましてですね、うん、まあ、誰に突っ込むかってなった時にノクトに突っ込みたかったな。持ってないや。はい、というわけでですね、うん、先日ツイッターで、はい、まあ、彩香か玉ねぎどっちにトラモグ突っ込むかっていうのを。いいね、玉ねぎ。そうなんですよ。3体。玉ねぎ2体とノクトと交換。ちょっと無理。玉ねぎ1体とバルフェラーとか全然無理。玉ねぎ2体で幸せだから今。はい、まあ、玉ねぎとね、あやがどっちに突っ込むかというアンケートを取りまして、はい、55% 対 45% 玉ねぎ。雑だよね、このアンケート。すげえ雑だな。あやかせめてカタカナにしてあげて、剣士つけてあげて、剣士つけてあげて。間違いないね、はい、まあ、伝わればいいかなと。そうですね、まあ、伝わったと思います。伝わった。というわけで玉ねぎになりましたので、お玉ねぎを今日はオニオンソードしたいと思います。オニオンソードってなんか使えるようになる系。そうなんですよ。それオニオンちゃんじゃないと使えないの？そう、オニオンちゃん限定なんですけど、オニオンちゃんのオニオンちゃんによるオニオンちゃんのためのソード。そうなの。やば、かわいい。最後、あーおう、あー、いくよ、いこう。こ、地味にね、 5% 分足りなくてあげたんだよね、さっき。なるほどね、さっきね、さっき。いきます、いきましょう。はい、いやー、飛ばしちゃった。結構かっこいいのに。結構ね、飛ばしちゃう。飛ばしていくスタンス。そうそう、オニオンソード、オニオンソード。というわけで装備させたいと思います。使ってみよう。なんとうちのパーティー火力が2人1000に乗るようになりましてですね、怖いわ。オニオンソードを装備したところで、はい、特殊のね、オニオンカッターが、ほんとだ、めちゃくちゃ強いらしい。そうなんだ。しかも MP54 だもんね。そうなんですよ。というわけでちょっと強い方の玉ねぎ剣士に持たせようかな。殴りに行こうかをしますね。どれぐらい違うのか、いきます。比較行こう、比較行こう、行こう。あの、あいつと普通のスライスと、スライスと、うん、勝つやな、うん、では、うん、オニオンスライズまず1ターン目見てみます。強いね、十分強いね、十分強いね。もともと二刀流持ってるんだよね。なんかアドメラ。おお、39万。39万ですよ。すごいね。ではオニオンカッターいきます。はい、はい、あ、もう分かんない分かんない、もうちょっと分かんない。私にはなんか釣れたかも分かんなかった。54万。めっちゃ強くない？ちょっと待って、これと。チェイン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 。ちょっとオニオンスライスと言ってみますね、オニオンカッター。オニスラオニカ。あー、ちょっと、ね、お、ちょっとばらつきがあるね。いや、しかしながらですよ。こういったんじゃないですか？おーい、これ、ちょっと待ってよ。パルフェアフィニッシュ。武器を、こんな感じと、うん、こんな感じを用意しまして、うん、さっきよりね、そうそうそう、攻撃が上がってますけどね。で、ちょっと水属性同士でね、はい、やってみようと思うよ。いくよ、うん、はい、めっちゃ出てる。おー、エレチェってる。やばいよ、これは。さっき120万だった、はい、ガード。うえーい、歌っちゃおう、歌っちゃおう、歌ってバルフェアで締めちゃおう。いいよ。でバルフェアあれか、反逆、反撃が強いんだよね、一番。そうなんだよね。だからここではちょっと輝かない、反撃しづらいんだよね。そうなんだよ。まあ、でもまあ一緒、うん、おお、なかなかじゃん。うえー、ちょっとじゃあこれをあえて、あえて、あえて。というわけで、はい、オルランドゥさんに、うん、水蓮の剣と水属性のね、うん、水蓮の剣とエクスカリバーを持たせて、持たせて、まあ、水チェインとね、あわよくば光でね、ダメージも上げるというあれを
やっていこうと思う。まず1ターン目は、3ターン目から多分火力がすごい出ますね。このパーティーですと。そうなんだ。そうそうそう。なんで？バルフレアに光と水を乗せて、あ、なるほどね。どっちにも行く感じにしたら強いんじゃないか的なあれ。まず水を。バルフレアさん本当にそれいいよね。そう、何でもいける子だからね、うん、いきます。万能説だよね。まずこれね、ここでもやばいもんね、うん、ここでおーほーほー、でさらに水じゃない、これは君はオニオン買った、で成功爆裂波、それで光を乗せる。この辺研究必要ですね。すごいいった、すごいいった、すごいいった、うん、おー、で次ですよ、次ですよ。真の火力はおそらくね、変速前切り、うん、水属性、うん、違う違う、光が来る、あれ、水が輝き、水が、水の輝き、オニオンカッター、危ないよ、危ない。でここでリーサルショットやります。すればバルフレアに水属性乗ってますからね。おー、すげー、いくよ、はい、さあ、どうくる、いやー、どうかな、おー、あんまりだな、ちょっと思いのほかだな、順番じゃない、順番だったね、アランサが歌ってないとか、歌ってない、いや、歌ってた、順番だね、これはさっきの方が出た気がしたもん ね、 ね、チェインだね、うん、やっぱ大事だね、チェイン、チェイン大事だよ、これはこのメンツでのチェインを研究すべきですね、やばいね、じゃあこれ要研究だね。でもこの3人でやった時に前、うん、フラット行って最大46チェーン行ったんですよ、この記録。何かで繋がったんだよ、ね、そう、何かでね行ったはずなんだよ、ね、場所とかもあるからね、でもね、位置関係かもしれないし、オニオンカッターのタイミングが、そっかね、オニオンカッターがちょっとあれなんだね、微妙に違うのかな、うん、っていうのが、あー惜しい、うーん、あー、でもだいぶ繋がった、だいぶ来てるね、うん、だいぶ来てる、26点。いやー難しいね、これね、でも水水のがワンチャン行くよね、もはや。そうだね、オニオンカッターの意味だよね、やっぱオニオンカッターもう一個手に入れろっていうおぼし飯かもしれない、やばいねそれ、あ、こっち繋がるんだよね、めっちゃ繋がったな今、うん、思いのほかめっちゃ繋がってしまった。60何とかだった、え、いったね、60、やばっ、うまくいくとね、そう、フレンドの玉ねぎ、玉ねぎ、たまたまたま、そう、たまたまたまバルで71ぐらいまでね、うまくいくと、やばー、見たことあるね、はい、フレンド連れてくるようにしてほしいよね、ね、あのフレンドを減らさない、連れてくるようにしてほしいね、ね、それわかる、でもこの最大ダメージがちょっと狂っちゃうから、うん、あ、確かに、それが難しいですね、あれなんだろうね、まあそんな感じの、はい、玉ねぎカッターゲット、玉ねぎソード、オニオンソードゲットでございました。結果水の輝きのが繋がるね、間違いない、同じスキルが一番いいですね、そうですな、はい、というわけで今日もこんな感じの回でございました。アンケートにね答えてくださった皆様、アドバイスくださった皆様、ありがとうございます。ではまた見てください、じゃあね。味噌汁が風邪でちょっと辛いんでしょ、許してあげてください。しらじらしいタイミングで咳出た。じゃあねー、バイバーイ。